来月4日からは人権週間です。これに合わせて人権について考えるコマーシャルのコンテストが開かれました。若い世代に人権問題について考えてもらおうと県などが企画したこのコンテスト、インターネットを悪用した人権侵害をテーマに県内の高校生や大学生などからコマーシャルの絵コンテを募集しました。言葉の雨が降ってきた。最優秀賞に選ばれたのは新潟デザイン専門学校に通う伊藤理香さんの言葉の雨です。今若い世代でそのような SNS でのいじめが増えてきているので、その発言した後は自分たちがどういうふうに寄り添っていかなきゃいけないのかを考えるきっかけになればと思います。最優秀賞の作品は来月1日からテレビコマーシャルとして県内で放送されます。